風に散って出直しな。めちゃめちゃかっこいい。早っ。ここ祭りじゃなくて祭りって言ったんですよ。月曜はあやとら。はい、皆さんこんばんは。笠松祭り女役、富田美優です。はい、皆さんこんばんは。カメラスリ役、一ノ瀬かなです。はい、この番組はテレビアニメあやかしトライアングルの放送を記念いたしまして、アニメ放送待機までファンの皆さんに少しでも楽しんでいただけるように毎週月曜日に発信していく月曜はあやとらでございます。よい、はい、放送が始まりました。やった。2人エンディングも歌ってましたよね。歌いました。めっちゃいい曲、和テイストの。そう、爽やかでね。そう、途中ラップっぽいところもあったりとかして、うんうん、すごく歌い応えのあるというか、ね、そんな曲でした。まだ見てない人もいるかもしれないんですけれども、うん、本日はこんな企画をいきたいと思います、うん、アニメあやかしトライアングル初回放送を見てみた。おー、初回放送。先週1月9日にアニメ初回放送がございました。今日はそれをみんなで見て感想を言い合う企画となっております。楽しそう。放送を見た方もまだ見てない方も、副音声的な感じで楽しんでいただきたいと思っております、うん、はい。ぶっちゃけ僕初めて見るんですよね。おー、あ、そっか。そうですね、我々はね、上映会があったんで事前にいただいてたんですけど、うん、めちゃくちゃうるさくならないように気をつけますここに注目してほしいみたいな先だってあります？え、ちょっとは先週よりは言えますか？あ、言える。まあでも女の子のツヤ感とかはやっぱいやだってもうすずのもちもち感すごいもんね。すずの太ももをまつりがこう触るシーンがあるんですけど、はい、そこの手の動きがちょっとツボだったって結構ね、ちゃんとぬるっと動いてるから結構ね、衝撃的なシーンだったんで、あそこは楽しみだな。はい、それではみんなで見ていきましょう。 VTR スタート。もう綺麗だもん、ね、桜が。あ、お、風車くるくるしてる。こんにちは。ん、あら、すずちゃんいらっしゃい。絞りたてミルクのクレープください。お、はい、かわいい。ちなみに限定のもあるけど。え、え、桜いいですよね。美味しそう。桜味スイーツ。美味しそう。ここのスズめちゃめちゃ可愛いんだよね。いつものやつも食べたいし。サービスで割引するわよ。じゃあ両方で。両方。2個頼んじゃう。若いな。すごいですね。お、あの娘は。怪しげな。あやかし。それは不可思議にして人の眼には見えぬもの。この人の世のそこかしこ、うん、そうですね。それらの中には人にあだなす輩もあるといい、うん、深みが。そんな邪悪なあやかしを滅すべく古来より戦い続ける戦の者たちがいる。その名は祓い人。いいですね。いい。やばい。カメラアングルもすごいですね。うん、風を操るからということで、いつも風を持ち歩いているっていう。うん。だっては。お、曲がめちゃめちゃいいんだ。本当に。結構本編の内容を意識してくださってるっていうのも。うん。うん、あ、おっしゃってましたね。そうですね。早く歌詞見たい。うん。おいしい。幸せ。早っ。一瞬で行っちゃった。ミニクレープだったのかな。あ、ちょっと小さめの。間違いない。後ろがね。かわいい。見れば見るほどあの娘。うん、めっちゃ食べかい。邪魔するものはない。今のうちに。おい、あ、やわ、何やつ。にゃわわ、にゃにゃにゃ。払い人、風巻祭りだ。払い人、しかも風巻家だと。よっ、話したっけ。我が輩は白金であるぞ。
はい、動くなぁ。あやかしを払うのがうちの家業でな。やんまる。死にたいらしいな、小僧。そう、そのなりで好戦的だな、猫だるま。いいぜ。あれ結構あ、そうなんですか。どうしたどうした、そんなんじゃ全然知らねえぞ。あー、何してんの祭り、こんな可愛い子をいじめるなんて。物陰からすずを変な目で見てた。容器は弱いが怪しいぞこいつ。あやかしって大体怪しいじゃん。いやーん、猫かぶってる。まあ大丈夫だよ。あやかしとは関わるな。ツヤがすごい。見えるかって、本来人が干渉すべきものじゃねえんだ。お前は無害なやつしか知らねえから。すず、お前これですよ、これさっき言ってたところ。こんなに足太かったか。動き方が、あやかしから呪いを。まあ、彼すごく真面目ですから。純粋な心でやってますから。ね、下心ないからね。本当にそう思って言ってるからね。これは変わり身の術。知ってる？あの奏鈴って子、嘘つきなの。お化けと友達だって何もないとこに話しかけて笑ってたよ。怖っ。うん、睨んでるよ。やだ。あいつら損してるよな、鈴。こんな面白い奴らが見えねえなんてさ。限界まで押さない。いや、すごいと思います。本当に嬉しかった。お互いたった一人の同じ世界が見える。なんか人参みたいな。かわいいと思った。この家業を継いで3年。やべえ、あやかしの大問題だ。いや、かっこいいんだよな。強めのあやかし。うん、曲ここめっちゃ好きでね。俺の血筋、風間危機が得意とするのは風の術。ちょっと和っぽい感じだな。風くらい。ちゃんと文字で出るのいいですね。うん、めちゃめちゃかっこいい。風に散って出直しな。これ名言。めちゃめちゃかっこいい。あの小僧に期待してるのか、ロマンスを。いいな、この。いや、わかるぞ。それ以上のガキの癖して盛り寄ってハレンチな人間はこれだから。まあいい、お前らはつがいにはなれ。妄想中の動き。ずっとクネクネしてるから。お前も随分と。この表紙の子がヘブンティーン。当たり前だろ。え、そうでした。そういう小ネタもね、結構詰められてて。昔はこうじゃなかったのにな。やつはじいちゃん、白金はあまたの妖術を操り、この地のあやかしの頂点に君臨し続けるあやかしの王でやるぞ。あやかしの王様なんだ、すごい。そう、いや、猫のお腹って本当に気持ちいいんですよ。そうなんだ。猫を飼ってるんですけど、うん、でも触ったら高確率で怒られますけど。やはりこいつ相当なハレンチ娘。とびきりの生命エネルギーの持ち主。おお、出た。本来の姿、新白金。我が力をさらなる高みへと導く、うん、極上の思想である、うん、すごい、なんかあやかしらしいエフェクトも込みになって、さらに迫力があります。うん、源田さんのお芝居の感じもね、切り替えられてて。さなき祭り、なぜここが分かった。鈴が行きそうなとこくらい想像つくつも。幼馴染だかんな。銀、氷、糖、社、会、人、列、団、全、方針決壊。いいの。
ごい。しまった、封印術か。いいぞ、いけるな。体が壊れていく。おーれー、このまま封じられたらあいつはきっとイチャイチャするに決まってる。マツリ、ありがとう。ここ祭りじゃなくてマツリって言ったの。マツリ、マツリ。何かないか、何かディレクションあったもんね、マツリで。そうそうそう。技術せっせい、打てん。こんな術やばい。ちっちゃくなっちゃったけど。いや、おい、嘘だろ。30年かけた巻物でも吸い切れねえのかよ。ちゃんと髪の色も意味があるって。白金の術を受けたから白くなったらしいですね。白金の術受けたから白くなったらしいです、うん、そう、先生がおっしゃってて、矢吹先生がイベントで今胸元になんか白金の なんかいましたね今。なんかいた。あれかわいい。まあ、落ち着けよ、すず。一応中身は俺の。掴んでるんだよな。落ち着けないよ。掴みながら倒れに行きました。正々ルテン、わしですら解除法がわからぬ秘術とは。あれ？あれ？あれれ？白金のやつ、隠し方が。いや、天才。そう。新しいですよね、この発想は。やわらけぇ。なんだこれ。下から。下から。これ、女物の…あ、2個。ここのね、わちゃわちゃがね、さあすごい可愛いです。今、なんかうっちい感じだったぞ。俺の体なんだからいつかねえよ。わかりっていいね。現状では受け入れるしかあるまい。っていうか、早くスライドによっては待つよ。スライドしてる。男を捨てる覚悟がいるぞ。とりあえず女の子の見た目なんだから、ちゃんと見つけなさい。あっ、ちょ、危ないよ。あー、面白い。あー、よかった。あっという間でしたけれども、うわいただきました。はい、ちょっと気になるところだらけでしたね。そうですね。最後のインパクトが強すぎちゃって、はい、やっぱバトルシーンいいですね。いい、もう劇場版の最後のシーンでしたよね、あれは。ラストバトルだったからね。そう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 、本当に隠しのプロの方がいるらしいですよ、うん、隠しのプロ。そうそう、トラブルの時からやってくださってる方が、その方にしかできない技術があるらしいです。まあ、それスタッフロールに出てるのかということで、第1話の視聴大変盛り上がりました。はい、そんなアニメあやかしトライアングル第2話は本日この後25時から各局にて放送されます。今はどんな回ですか？もうふわっと女の子になっちゃったので、うんうんうん、その2話の冒頭も、まあ、きっと女の子の姿で出てくるんじゃないかなっていうふうに思うので、うん、そことの距離感もまたちょっと難しそうですよね、うん、はいはいはい、うんうん、その2人の距離感に注目してください。お願いします。ということで本日は以上となります。うん、最後にこちらのコーナー、あやとら占い、イエーイ、やったー。じゃあ今週運勢がいいのは天秤座。おお、どういうふうにラッキーなんですか、一ノ瀬さん。そうですね、天秤してるからな。天秤してるからな。あの、じゃあ同じグラムのものを持ち歩きましょう、2個。どう？簡単なようでむちゃくちゃ難しい。ということで、天秤座の皆さん、そしてそうじゃない皆さん、来週もよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。バイバーイ。またねー。